マイニーベースボールアカデミー守備入門編。守備で、ボールのバウンド、こういうバウンドなんですけど、やっぱこの落ち際がやっぱ一番取りやすいですし、取れる確率が高い、まあ、その次にやっぱ勝負この上がり際で、この2つで僕らも、まあ、どっちかで取るように練習してるんですけど、やっぱ小学生たちもやっぱ取れる確率が高い方を取ってほしいので、まあ、こういうハーフバウンドとかやっぱ僕らでも難しくて、まあ、エラーになりやすいから、まあ、この落ち際か上がり際の小判で取れる、そこで取るようにちょっと意識して足を使ってちゃんとやってみてください。はい、もしも何球でね跳ねてくるからここで取る癖がついてるかもしれんけど、まあ言ってもらったようにせっかくね下で取る練習してみようっていうことやからね、今日ちょっとそれチャレンジしてねやってみよう。はい、OK、 ほんなら